バルゼルライナー・カンディドゥス・バルゼルはドイツの政治家。1971年から1973年にキリスト教民主同盟党首を務める。その他、コンラート・アデナウアー政権及びヘルムート・コール政権でドイツ問題省、ドイツ連邦議会議長を歴任。東プロイセンのブラウンスベルク生まれ、7人兄弟の5番目で、父親は教師。 経験なカトリック神徒の家だった。父の転勤により、少年時代にベルリンに転居、イエズス会系の学校に通う。第二次世界大戦中の1941年に、ギムナジウムを仮卒業して、海軍航空隊に入隊。フレンスブルク、ノルウェー、ウクライナなどに駐屯した。とりわけセバストポリからの撤退の際は、彼の操縦する飛行機が40人以上の兵士を、 救った。戦争末期はキールで操縦教官を務め、最終階級は予備役少尉だった。最終駐屯地であるレンツブルクでイギリス軍に降伏したが、イギリス軍指揮官が戦時中にレンズブルク上空で撃墜されたものの住民にかくまわれたことに報いて、寛大な処置を取ったため、バルツェルは捕虜収容所に入らずに済んだ。なお戦後の再軍備で、 ドイツ連邦軍が創設された際も、バルツェルは、海軍に呼び役中尉となっている。終戦直後に婚約者の両親がいるケルンに赴き、義理の父親の金銭援助を得て、ケルン大学で法学と経済学を学ぶ。1948年に彼女と結婚。1949年に法学博士号を取得。国家司法試験は受けずにノルトベストファーレン州政府に就職した。 フランクフルトアムマインにある州代表部に勤務し、1953年にボンにある連邦政府の州政府連絡部長。1952年から1955年にはルクセンブルクにおける欧州石炭鉄鋼共同体に関する交渉に加わった。1955年にノルト・ベスト・ファーレン州首相、カール・アルノルトの補佐官県演説原稿執筆者となるが、 翌年アルノルトが州首相の座を追われたため以後はドイツキリスト教民主同盟での政治活動に専念するようになった。ただし1973年に弁護士資格を取得している。バルゼルは本来戦前からのカトリック政党中央党を支持していたが、その再建が叶わないことが明らかになると1954年にドイツキリスト教民主同盟に入党。 すぐにノルト・ベスト・ファー練習における党執行部員となった。1957年にドイツ連邦議会議員に初当選。当初はかつての上司カール・アルノルトと共にセディ・サハと目されていたが、1958年にアルノルトが死去すると保守派の大物、フランツ・ヨーゼフ・シュトラウスに近い反社会主義の立場を取るようになった。シュトラウスやバルツェルの委員会は、 西ドイツ国内の要求的な人物450人を赤書にリストアップしたが、アメリカ合衆国の反共主義者、ジョセフ・マッカーシーを思わせるそのやり方が、マスコミに批判されたために公表を控えた。党大会でのバルツェル1960年に、党連邦執行部入り、死刑制度復活や、ドイツ社会民主党を支持する、ドイツ労働組合連合に対抗する、労働組合の設立、 そしてセティのカトリックへの回帰などといったキャンペーンを繰り広げた。1962年にドイツ問題賞として第5次コンラート・アデナウアー内閣に初入閣、最も若い閣僚となった。首相がルートビヒアハルトに変わった後の1964年に党連邦議会議員団長に就任。1966年の党大会では、 遠く日の座をかけて、エアハルト首相と争うが敗北、第一副党首となる。直後に、連立相手の自由民主党と結立して、エアハルト内閣が倒れ、首相の座を狙える位置につけたが、スピードとの大連立を主張する、クルトゲオルク・キー・ジンガーの前に敗れた。1969年にキー・ジンガーが、首相の座を、スピードのビリー・ブラントに追われると、 現実主義を主張して与党に理解を示すことがたびたびあり、キー・ジンガー党首やシュトラウスと対立するようになった。1971年の党大会で対抗馬のラインラントプ・ハルツ州首相ヘルムート・コールを破り、党首及び首相候補に選出された。ブラントの党方政策などに反対して、スピードや FDP からセルに願える議員が後を立たなかったため、 勝利を確信したバルツェルは1972年4月27日、グラント内閣不信任案を上提した。しかし、内閣不信任案の採決に先立ち行われた建設的不信任案におけるバルツェル自身の支持の評決は、議員総数496票中、過半数の249票を下回ること2票、247票に終わった。これは、 スピードの実力者、ヘルベルト・ベーナーによって、セディ議員が切り崩されたためで、バルツェルが提出した、内閣不信任案は葬り去られた。1972年の選挙戦でのバルツェル、ブラント内閣の打倒に失敗したバルツェルには、党の内外から批判が巻き起こった。セディ党首に就任して、最初の政治的イニシアティブが、スピード。 FDP 議員の数名に繰り広げられた買収工作という老烈な手段を用いたということ、しかも失敗に終わったことに加え、バルツェルは公認がいないという理由で党首に居座ろうとしたことから政治指導者としての資質が問われることとなった。セティ議員団の中からもバルツェルの権力猛者ぶりを批判する声が次第に大きくなり、党内には副党首であったヘルムートコール対望論が 出てくるようになっていった。1972年12月13日、ブラント首相は連邦議会の繰り上げ総選挙を実施し、スピードは第一党となった。一方、セディは西ドイツ成立以来の第一党の地位を失い、敗北の責任を取ってバルツェルは党首を辞任した。コールが後継党首となったが、バルツェルは党務から完全に外された。 連邦議会では1976年から1979年まで経済委員会委員長、1980年から1982年まで外交委員会委員長を務めた。1982年にシュミット内閣に対する建設的不信任決議が成立して、ヘルムート・コール政権が成立するとドイツ問題省として入閣。 翌1983年の連邦議会選挙後に連邦議会議長に選出されたが翌年スキャンダルに巻き込まれて辞任した。1987年を最後に連邦議会を去り政界から引退した。バート・ゴーデスベルクにあるバルツェルと最初の妻の墓1948年に結婚した妻との間に数目を設けたが娘は1977年に自殺した。 その妻も1980年に白血病で死去。1983年に再婚したが、この妻は1995年に交通事故で死亡した。1997年に女優と三度目の結婚をし、晩年はミュンヘンに住んだ。映画が好きで、自ら監督して、故郷東プロイセンやエルサレムをテーマとした記録映画を撮っている。 2006年に長い闘病生活の末見運編で死去し、ボン大制度及び連邦議会で追悼が行われた。さらに東西ドイツ再統一後になって、東ドイツのシュタージの記録から、シュタージがセディ議員ユリウス・シュタイナーとシエス議員レオバーグナーを建設的不信任案に反対票を投じるよう、買収していたことも明らかになった建前上は、バルツェルが賛成した。 グラント政権の西ドイツ国際連合加盟法案を、当議員団が承認しなかったためとされた。ありがとうございます。